はははい皆さんこんんここににちちデザインとジェネラティブ AI と世界ということで、えー、と今日あの素晴らしいパネラーの皆さんと,、えー、と60分話ができるのをすごい楽しみにしてきましたで皆さんあのご案内の通りであのジェネラティブ AI ですね生成系の AI はあのクリエイティブ業界に対して、まあ、激震を えと放っててましてあのここにいいる面々とうののはその家中に今いると思ってますで多分今日オーディエンスで集まっていらっしゃる方々も、まあ、そこら辺って今あの、まあ、デザインのプロたちってどう見てるのかなとか、まあ、そこで日本で何が起こってるのかなっていうところをちょっとあの知りたいなっていうふうに思われてると思うので、まあ、その辺りもし,かあのしっかりあのカバーしていきたいなというふうに思ってます。 でえー、っともう1つですね、デザインかけ経営というところもあの文脈としてあるので、日あの,今日あのお集まりの皆さんがあの、どういうふうに、これあの、事業側としてやってらっしゃる方もいればあの、事業を外からサポートする側の方々もいらっしゃるので、ちょっと両面から聞いていきたいと思います。でまず、入り口に、ちょっとですね、AI の話に入る前になんですけど、あのデザインと経営、どういうふうにあの自社で取り組まれてますかというところから入っていきたいと思います。で えとまず、ですねあの不動産という領域で、まあ、DX というか、まあ、ディスラプターとしてあの活動されている江口さんの方から、まあ、あのさっきちょっと控え室でもデザインかなりあの注力してやってますというふうにおっしゃっていたのであの自身の,あの事業の中でどういうふうにされてるかというところからまず、はい、よろししくお願いしますす、はい、そうですねちょっとこのテーマが私はドキドキしてましてなかなかなかなんかでしょう、私不動産の売買。 の DX やっていまして、駅前に不動産会社たくさんあると思うんですけども、あれがなくてもビジネスができるっていうことを提供していまして、デザイン経営という観点でいうと、当時は54名ぐらいの組織なんですが、一番最初に採用したのがデザイナーだったんですね。これぐらい、この昔からある不動産というイメージをやっぱり変えていきたいっていうのが自分の原点としてあって、起業しているので、そこを体現するには、一つ、そういった人材からしっかり取っていこうってことで採用しました。 今この組織規模ですけども、未だにデザイン組織は私が干渉してやってまして、多分お二人よりも私は結構事業側の領域の人間なんですが、経営者としてそこのコミットをして、全アウトプット、全文章をデザイナーと、あとはライターと作り込んでやっていってるっていうところの、一つデザイン経営を デザインリソースを多く経営に取り入れるという話でいうと、まあ、かなりそういった点で力を入れていると思いますし、まあ、事業会社にとってのデザインの重要性は嵐は身に染みて分かっているかなというふうふに思っていますので、まあ、その観点を知られればと思いますありがとうございますあの江口さん新世代の経営者だなという感じであのデザイン組織を自身でグリップするというスタイルの経営者が少しずつ出てきていると思いますであの、えー、大きいところだと、ね、テスラの,あのイーロン・マスクもあのデザイン室長を自分で兼ねていると。 ものすごい頻繁にあのデザイン室に来るっていう風な話をちょっとテスラの人からも聞きましたけれどもあのそこにこだわりを経営者自身が持っているっていうあの感じですすねねそうです、ね、結構、まあ、私もマーケットの下に置こうかとか悩んだ時期もあったんですけどやっぱりそうするとマーケティングドリブンなデザインになってしまうとやっぱり会社のブランディングデザインがちょっとこうマーケティング寄りになってしまってでも避けたかったのでいまだに自分で見てるっていうのは、うん、まあ悩んだ結果ですけどもそうしてるってことです、ね、ありがとうございます。 では久で、ね、さ,さんはどちらかというと事業を外,、はい、外からあのサポートされる立場で仕事されてると思うんですけどどうですかその経営とデザインの距離感あの多分仕事されててあのどんどん変わってきてると思うんですけど。 まず、はじめに、まあ、当社がどう使ってるかというところから少しご説明させていただきますと、当社はまあ創業メンバーでデザイナーもいるので、まあ、本当にデザイン経営というものをずっとこう推進してきていますで。2019年にまあアイデオの CVC である D4V からも出資いただいて、まあ、それからはあの社員全員がデザイン思考を使うというような形で事業を進めてきましたで。我々実はコロナで一回会社潰れそうになったんですけども、今1年半ずっと黒字を続けていて、 最高益になってますで、えっと、な今、えっと、我々何をしてるのかっていう話なんですが、えー、デザイン思考と、まあ、特にデザイン思考の中に意味のイノベーションっていう分野があるんですけども、まあ、新しい意味をこうデザインの力を使って作っていくっていうことを、えー、に注力してます。 でそのソリューションをまあ大企業向けに提供していたりそのまあデザイン思考とか意味の、えー、イノベーションの共同研究をあの東大とやって僕自身が研究者としてえ参画したりとかそんなことをやってます。でそういった観点でクライアントさんにまあいろんなソリューションをデザインに関するソリューションをご提供させていただいてるんですが、まあ、よくある話だと思うんですけどもやっぱりそのデザイン いいう概念の誤解みたいな、まあ、つまりそのデザインっていうのは設計と表現っていうこの2つのデザイナーっという言葉語源から来てますけどもそこの誤解っていうものが、まあ、これ散んいろんな定量の調査とかでも出てますし実態でもそうなんですけどもまあ出ているとであとそのデザインっていった時にどちらかというとその,あの日本企業っていうのはこうウォーターフォールみたいなそういったものが好きですけどもそのアジャイルっていうとこの誤解 みたいなところがあって、結構デザインっていうのがうまく使われてないのかなっていう感覚があります。はい、ありがとうございます。あのどうですか？結構、あのデザインを経営の中にっていう風な声もちょっと少しずつあの開眼し始めている企業とかも多いと思うんですけど、なんか変わってきてますか？そこら辺はうんとやっぱりまだデザインって聞いた時に、あのなんか盛るとかかっこいいとか。なんか自分にとって使いやすいとか。 なんかそ,そういう概念なのかなというふうに思いますし、まあ、あとデザインっていうものとのか、まあ、デザイン思考もそうですけどやっぱり勘違いされていてこう見た目をきれいにするとか成功させるためのものではなくて、まあ、ユーザーがち使いやすいように小さく早くたくさん失敗するっていうものだと思うんですねなので真逆のそのなんていうかこう視点があるそれをどういうふうに解決するのかっていうことかなっていうふうには日々やって,て思います、はい、なるほどねありがとうございます 三浦さんはあのデザインだけじゃなくてコミュニケーションも含めてあのマーケティングもあのかなりこう総合格闘技にってされてると思うんですけどあの三浦さんとはねもう数回あのこの G1 のセッションでもあのデザインかけ系議論してきてますけどどうですかこの1年そうですねありがとうございます、えっと、僕、まあ、クリエイティブディレクターと社長両方やってるんで やる,ことやるデザイン3つあります、1個は広告のデザイン、で2つ目がプロダクトのデザインあの、作ったものを田川さんに買っていただいたりしたとありがとうございますお酒を最近リリースされたんですけど、高級日本酒を作ったりとか <laughs>、まあ、メーカーと共同してですね、であとは、えっと、デザイン経営、要はその組織における最適な配置とは一体何か、ユーザーエクスペリエンスから逆算したときに、その企業、そのビジネス、そのブランドはどうあるべきかというと、携帯、 のところから作り直す。その3つの観点でやらせていただいてます。で、やっぱりこの1年というか、ま223年ですかね。あの、さっきまさにあのおっしゃってた通りだと思うんですけど、あのデザイン領域が？ あのマーケティングの下とかではなくて経営者が向き合う領域だっていう認識がちょっとずつ広がってきたのかなと思ってますあのさっきテスラの例もありましたし何より、まあ、一番わかりやすいのはアップルですよねその経営の中にデザインこそが最も重要な武器であるというふうに考えて彼ら、まあ、あのジョブスがそのカリグラフィーの研究者だったのが有名な話ですけどもあとは意外なところだとサイバーの藤田社長もやっぱりデザインコンテンツクリエイティブに関してものすごくご自身の感覚で発信 される部分が多いっていうのは聞いていて、あなるほど。日本もそういう感じになってきたのかなと思っているというのは最近の僕の思いです。あの、三浦さんと go のえー、っと取り組みの中で、なんかちょっと皆さんにご紹介できるような。新しい。 切り口とかそういうのって何かありますかはいありがとうございます、えっとまあ、大きく説明すると3つくらいあるかなと思ってるんですけども一、えっと、つが、えっと、ファミリーマートさんのプライベートブランドでファミマルというのを作らせていただきましたこれ今ファミリーマートに行く食べ物とかほとんどあの我々の方でプロダクトデザインしてるんですけれどもあのこれを作るときの考え方として徹底的に UX デザインから作ったっていうのがありますあのタガさんのたくらムはほん UX デザインの本当専門チームとして素晴らしいと思って僕はいつもリスペクトしてるんですけど まあ,ある意味、近い発想でその要はプライベートブランドって利益率を高めることだけ考えて作ることが多いんですよね徹底的に顧客体験から逆算して店頭のデザインからプロダクトのデザインを作り直すといことをやりました要はそのお客様が間違えないにはどうすればいいのかとかえあるいは実際に従業員の方々も日本語が不自由な方もいらっしゃるので海外から来ている方とかそういった方にとっても陳列しやすいかなで陳列がきれいになるとこれ明確に言われに反映されるんですよ。 当たり前なんですけど、取りやすいものなんで、もうそういうビザの積み重ねをやるっていうのを一回やってます。あと今、田川さんからもご紹介いただいた、ウカっていう、名利種類っていう潰れかけた茨城の,あのお酒屋さんがあるんですけれども、あの、堀さんも、あの、そこのね、加藤くんと仲良くしてくれてますけれども、そこの日本酒をリブランディングして、えー、プロダクトだ、日本酒って高くても今1万五千円くらいだと思うんですけど、それを3万三千円っていう破格の金額にして、えー、売るということを今、 実際にやっていますこれもすごくシンプルに言うとデザインによってプロダクトの価値をより説得力を持って顧客に伝えることによって価格を上げるということですねあの日本市場の1つすごくこれから重要なやり方としては価格を高めていくために何をするかっていうのがあらゆる分野で考えなきゃいけないところかと思うんですけれどもデザインっていうのは1つ重要なプロセスになってるかなと思ってますあとはあのライトデザインっていう子会社を作りまして、えー、ブランドのデザインプロダクトのデザイン UX のデザイン結構今では UX のデザイン デザインだと、えー、例えばグッドパッチさんとかでブランドのデザインだと僕とか、えー、GO とかパーティーとかサムライ、佐藤、社さんとかですねみたいに分かれるところが多かったんですけれども UX デザインブランドデザインプロダクトデザイン全部一貫してできる会社を作ってデザインの、まあ、ニーズの高まりに対応していると,そんなようなことをやってます最後の話は面白いですよねやっぱあのよく作る、伝えるとかを分業しがちなんですけど、まあ、そこ一体にしてやっていこうという流れが、ね、ちょっと出てきてるのかなと思います。 で、えっと、いよいよですね、ちょっとあの、生成系の AI の話に行きたいんですけど、さっきちょっと、あの、控え室で、あの、4人で話してたんですよね。ちょっと冒頭申し上げたように、あの、僕らは結構、渦中にいてですね、あの、一番 AI で置き換えられないんじゃないかと思われていた、クリエイティブな領域っていうのが真っ先に今、あの、置き換えられています。で、えぇ、ー、さん、あの、先ほど、あの、 ニュースタンダードの中でもはい、はい、こんな使い方今チャレンジしてるよとか研究中の話もされてたのでちょっとその辺りを共有していただいていいですか、はいえっと、まずその当社、まあ、あの今もやってますけどもビラボというメディア事業からスタートさせていてでそれまずどうやって作ってるのかっていうところからお話しさせていただければと思うんですが、まあ、我々そのまあ ニュース API にまあアルゴリズムをかけてこう機械学習させてですね、世界中のニュース API からまず情報を集めてます。で、その情報っていうのを全て多言語なものも含めて日本語化して、それをデータベース化するっていうことをやっているんですね。で、それはもともとミレニアル世代とか Z 世代っていうのが我々のこう主戦場なので、そういったまああのミレニアル世代、Z 世代、または我々がニューススタンダードと呼んでいる新しい基準や価値観みたいな、例えば SDGs に関するまあ情報だったりとか、 そういったものをててデータ化してますでそれをベースにメディアを作ったりまたメデ,ィアのメディアの方で得た情報をデータベースにその機械学習に反映さ,れたさせたりとかそういったことをまずやってきました。 で、それを、まあ、さらに加速させる形で、えー、まあ、ジェネレーティブ AI っていうものを使っていて、で、もともと我々その社内のツールに、まあ、今だとそのもともとこう、デザイン思考を進めていくときにアイデーションするためのツールみたいなものが、えー、社内にもあったんですが、今までだと、例えば、えー、Z 世代が注目しているキーワードみたいなものを、まあ、ある意味、え、100個ぐらいランダムに、こう、掛け合わせるみたいな、そ、そんなこと、 をしていたんですけどもそこからさらに一歩踏み込んで例えばターゲットだったりとか目的だったりとか、まあ、そのフェーズだったりとかそういったことに合わせて、まあ、より良いアイデアが作れるようになるみたいな、えっと、例えばそういった取り組みなんかも着手してますでそれ何がいいかっていうとすごく単純に何かを考えるとかプロトタイピングしていくっていうスピードがものすごく速くなるでまあそのいわゆるそのデザインデ,デザイン経営とかデザイン思考みたいなもので一番難しいのって 早くたくさん失敗していくっていうことにすごくまあ課題があったりとかしたと思うんですけどもその時間がものすごく短くなったりとかまあいくつかそのパターンを早くそのユーザーに当ててまあユーザーからフィードバックもらえるようになったりとかそういったことがまず大きい進化なのかなというふうに思ってますで、あとはそのリサーチっていう観点でまあ先ほど申し上げて世界中のデータを集めてデータベース作ってるって話があったと思うんですけどもまあそこからよりその有益な そのまあ、例えばミレニア世代とか Z 世代に対して、えっと、有益な情報をこうよりフィルターさせや,フィルターしやすくなったとかですねあとはそこから、えー、新しい情報を生成しやすくなるとか、まあ、そんなこともやってますで、まあ、そのメディアっていう観点でコンテンツ作り、まあ、記事もそうですけどもっていうのはまあもう何て言うか普通にできて,きてしまうのでじゃあ何をどういう観点で出すべきなのかとか人間がやるべき とのみみ分けみたいななんかそんなことが結構議論の中心なのかなっていうふうに思います、はい、なんかあのよく言われるあの普通の話で言うとなんかアートディレクションとかクリエイティブディレクションとかっていうそのハイレベルなやつは人間がやっぱり残るいいとか悪いとか基準を示したりとかっていうのはなんだけどオペレーションは結構置き換えられるのではみたいな話でふ普通にされてると思うんですけどあの苦さんのところではどうなんですかそこら辺は。えっとまあ 置き換わるところももちろんあるんですがじゃあその人が持っているクリエイティビティとか創造性って何だっけっていう話もあると思っていてもともと我々っていうのはメディアをスタートさせたときにこのまあメディアとか広告のバリューチェーンの下流から上流に行くっていうずっとチャレンジをしてたんですね。で今まあ,ありがたいことに上流そのブランドとか事業の戦略からエクゼキューションあのディストリビューションもねワンストップで対応できるようになったんですがその時に多分 GO, GO の皆さんとかと違うの 我々はクリエーターとか、えっと、プランナーを信用してない,、えっと、すごいえもう何ならすごいクリエーターとかすごいプ,レプ,レ、えー、プ,レプランナーを否定してるんですね。でそうではなくて。 でえっと、再現性のあるケーパビリティだとでその再現性のあるケーパビリティってどうやって作るのって言った時にデータとメソッドとツールだと思ってるんですねで我々はこのデータとメソッドとツールにフォーカスをして事業開発をしているそ,そ,そこがあの大きいあのポイントかななるほどねじゃあまあ AI 出てきてまあ結構願ったり 我々は超嬉しいです、ね、ああそうからう、ね、もともとビラボ、ユーザー側のデータを持っていることによって戦略上にいる賢いプレイヤーたちよりもユーザーのこと分かってますよっていうのが、我々の事業戦略だったから結構、クリエイティブカンパニーなんだけどあのユーザーデータを結構豊富に持ってるってところがちょっとあれですよね、特徴そうです、ね、はい。い ユーザー接点としてメディアを、ね、自社でお持ちですからね、そ,ねそこは面白いですよ三、ね、浦さん、どうですか、三浦さんもあのさっきね、結構使ってるよっていうふうな話されてたんですけど、Go で今、どんな使い方をしてるか。はいいありがとうございます あのクリエイティブってすごく僕はまあクリエイティブレクターという仕事をしてるんですけどあのクリエイティビティって大きくは0を1にする力と99を100にする力の2つだと思ってるんですね要はその世の中にまだない企業この中に起業家の方たくさんいらっしゃいますし政治家の方もいらっしゃるかもしれないですけども世の中にまだない新しいものを0から1で作るっていうのがこの1つのクリエイティビティここにはあの欲望とか社会の潮流とか、まあ、テクノロジーそういうものが関わると思ってます一方99を100に すするっていうクリエイティビティィビもありますよね例えば、えー、このシャツとク櫛さんの着てるシャツどっちが好きなのとかあるいはどっちの方が価格が高いのとかもう本当にちょっとした違いで価格も売れ行きも全然変わってしまうっていうことがありますでこの特に99を100にする作業工程ってこれ実際やったことがない人には分からないんですけれども無限のトライアンドエラーの中から1個選ぶってことなんですよ。 で、さっき、クシさんがおっしゃってた、一流のクリエイター、一流のプランナーを僕は信用しないって言うんですけれども、一流のクリエイター、一流のプランナーっていうのは、これの無限のトライアンドエラーの当たりをつける精度が高い人なんですよ。田川さんにしても、おそらくそう、もちろんそうですし、多分僕も先月ながら、例えば、えー、ファミリーマートの新しい、えー、プロダクトのデザインどうするときに、おそらくこっちかなっていうのが経験上強いって。でもやってることは AI ってあんま変わんないんですよ。 でこの99を100にする何万パターン作れて何万パターンのうちどれが一番いいかをなんとなく検証するっていうのの速度は AI によって飛躍的に早まりましただから僕らが今一番やってることは01のコンセプトとか新規事業の開発とかはもちろんデータとかを見つつも、えー、クリエイティブディレクターなりマーケティングプランナーのディレクターがやるんですけれどもその最終的なデザインを選ぶのもクリエイティブディレクターなんですがそこに至るまでの 検証の部分では AI によってかなりスピードアップが今できているし多分今後そのスピードはかなり上がってくるのではないかなと思ってます。はい、なるほどねあの僕らももの,の中でもあのもう AI の、そのなんですか、活用研究グループみたいなのが立ち上がってるんですけど、今結構具体的にやってて、これいけそうだなと思ってるのがいくつかあって、あの、それは、あの、UX デザインの中でカスタマージャーニーマップって書くんですよね。で、そのジャーニーを書くときに、その言葉でシナリオを書いて、その下に挿絵を入れるんですけど、その挿絵が、えっと、シナリオを言葉で書くと、あの、挿絵がもう自動で生成されるっていう、 でこれがが結構時間が今まででかかってたんですねイラストレーターと、まあ、シナリオライターみたいな人のコンビでやってたのがものすごい PDCA が回るようになってだから仮説検証さっきおっしゃってましたけどそのスピードがかなりあの自動車に乗ってるぐらいに早まってくるなみたいな感じはありますかね逆に僕、これ田川さんにお伺いしたいんですけど、うん、僕田川さんもともと大尊敬する先輩なんですけど田川さん、今20年くらいクリエイティブの会社やってらっしゃって、うん、いろんな進化を目の前に。 見てきたと思うんですよ AI もそうだし1個前の Web3 もそうだし多分来年くらいにメタバースの大きい進化もありますしその前のまあユーザーインターフェースが変わったりとか、うん、一番大きい変化ってこれですかそれとも他の何かでしたえっと iPhone が出てきた時の衝撃はやっぱりすごく大きくってでその時とあの今回の AI が多分同レベルぐらいかなみたいな話をみんなあのうちの中では あのそういういテンンションで受け止めてますねで特にあのユーザーインターフェースは、えーとですね、マルチタッチのユーザーインターフェースですねあのタ,ッチタッチインターフェースと変われるってでかいですからねボタンじゃないっていうのは超ででかかいすらね、うん、それと同じぐらいのインパクトあるなってこれはあの具体的な設計のレベルの話なんですけどあの声で入力できちゃいますから、ね、自然言語でだからそこは一旦その設計のルールが変わるよねみたいな話を。 えとしてますけどね、まあ、あとデザインプロセス自体もデザイン思考もそうなんですけど基本はさっきね屈さんおっしゃったようにあの学習モデルなんですよね。あの組織学習をいかにスピードアップできるかっていうのがデザイン思考のコアのコンセプトなので、まあ、それは当然その学習っていうのは回数から定義されて回数っていうのはスピードの逆数なんで、まあ、スピードが上がると学習回数が上がるっていうのが桁が違うくなった時にそもそも僕らの持ってる組織学習理論っていうのはまあ ひっくり返るよねみたいな話っていうのが、あの、デザイン思考系では、こっからちょっと起こるだろうな、みたいな話はちょっと見てますね。で、えっとですね、江口さんのところは、まあ、事業側で、ちょっとさっきお話を伺ったら、あの、このジェネラティブ AI の使い方、ちょっと勘所があって、あの、うまくいけるところと、まだやっぱり不動産っていう文脈だと、あの、人間がやらないといけないところっておっしゃってて、はい、それがすごく、あの、 そのミシン目の弾き方が面白かったんで、はい。はい。ちょっとまたそこを教えていただいてもいいですかね。そうですね。私は不動産業界ですので、非常にこのデザイン業界とはもう位が違うほど遅れてるんですが、より安心してほしいぐらい、チャット GPT も使えてない。 支払いい人がが多い中なんですがただですね非常に不動産業界って広告に予算を投下する割合が多いんですね売上の20%か30%ぐらい広告に投下する結構ヘビーな業界なんですがその広告作成っていうところには非常に今後あの入り込んでいくんだろうなというふうに思ってますまあ一番今具体的に話が出てきて進んでいるのがやっぱりこう不動産作る時のパースですね間取りとターゲットと予算感を伝えるともうこういうデザインでいきますよっていうものがもう ものの30秒で50パターン生まれてきて、その中でこれが良さそうだねっていう当たりをつける。まさにさっき当たりの話ありましたけども、ただそこのスピード感がものすごく上がるので、当然成長するのは人間ですし、見積もり出すのも人間。ここも,もしかしたら自動化されるかもしれないんですけども、最初のこのコミュニケーションが、ものすごくロスがなくなったなっていうふうに思ってます。あとは、皆さんスーモとかポートサイト見たことあると思うんですけども、書かれてる広告文。あれも、かなり不動産会社さんが、今、アシスタントさんが手が、 こう手で入れながら作っていきながら1日30物件とかやったりするものがもうこれも状況を入れて背景情報を入れると最適なものができてくるっていうところがまさに今進んでいってうところかなというふうに思ってます地味にでかいですよね地味にでかいあらゆる図面の,なんかあの100文字くらいのちょっとしたその日差しの良いベランダでみたいな60文字から200文字くらいのテキストを、はい あの誰が書いてたかわかんないし、多分それを文章を書いてる人も一生表に出ることがない文章をもう人間が書かなくてよくなるわけですよね。<laughs> そ,うそうなんですよ。私はあの<れ>元々まリクルートでスーモの営業だったんですけど、最初に驚いたのはまあスーモ売買、ま、で言うと3万件とか物件載ってるんですけど、一件一件人が入れてるんですよね。嘘だろ最初思ったんですけども、かなりこれは自動化されている領域が、まあ、高いですし、なんなら。 もう結構なんか脳死しながら作ってる人よりはきっと生成 AI の方がいいものがついていくんだろうなと思ってるんですけども同時にあのまあテキストとテキストのやり取りがこう自動化するのがすごい強みだと思うんですけど生成 AI ってやっぱり不動産って厳格さを求められたりとかするっていうところで言うとまだここは使えないかなと思いつつ逆の観点でこういった不動産があるとこういったリスクがあるからチェックしてねみたいなこう論点出し に関してはかなり使える領域があるんじゃないかなというところを我々は今深掘りしながらなかなか事業化には進んでいないですけども研究しているという状況ですね。あのどうですか、そのまだ GPT もそうですけど、まあ、ちょっとこう使い勝手が良かったり悪かったりってある,あると思うんですけど多分不動産の業界も、まあ、ある意味その効率化とか省力化の流れって今後どんどん来ると思うんですけどなんかどういうふうに、うん、こうなったらいいなでもいいんですけど。 こういうのが出てきてほしいなとかって、そこら辺の期待とかありますかそうですね、こうなったらいいなに関しては、実は我々、不動産の売買仲介っていう領域をやってるんですけども、まあ、ものすごくテーラーメイドなんですよ、不動産って。よく言うのが、家一軒一軒、誰かが設計して、つまりの家とちょっと形違うので、それをまた人が計算して、行動設計して、で契約者もちょっと違ってくるっていうところを、まあ、何万件でやっている領域なんですけども、その9割一緒ですけど、10%違う。 ただ10、10%の違いでトラブルが起きると大問題になる、そこに対して多くのホームコストとか広告のチェックも含めてやっているっていうところの人件費ですよね、まあ、単純作業は必ず自動化できると思ってますので、まあ、そこがやるようになる、ただ裏側の必ず間違えちゃいけない、1%でも間違えちゃいけないっていうところをどこまで人の手を返すところと、まあ、AI に任すところの線引きっていうところを各社、試行錯誤しているなと思ってます。 ね、どうなんですかね、リクルートみたいな会社、リクルートにいらっしゃった時じゃないですか、AI が普及すると、リクルートって社員数減るんですすゃあ,<ー>、まあ、リクルート大好きですが、非常に強い、あのー、経営で、儲かっていうところから、どんどん人を減らしてなっていて、まあ、数もだいぶ、まあ、キャッシュカウな状態ですので、いかに人を減らして、ローサポートをして。 利益を出していくっていうことをやっているので、あそこがもっと人を減らして、さらに AI に代替してっていうことが、リクルートビびでは強い経営をしている企業ほど進んでいくと思いますし、まあ、彼らがまた、ね、別の仕事を得られるとは思うんですけれども、あの仕事を生んでいく中で、まあ、改めて言いますけれども、どんな業界でも、まあ、単純作業をするところは置き換われますし、SUMO のような広告を扱っているところでも、まあ、そう波が起きているというところがありますね。うん、ありがとうございます ちょっとですね話題を変えて少しまたデザインの話に振っていこうと思うんですけどこれはぜひ久津さんと三浦さんに伺いたいんですけどあのコンピューターのある時代にあの仕事を始めたデザイナーとそれ以前のデザイナーって全然仕事の仕方も考え方も違いますよね。AI を、えー、と使うようになったデザイナー、えー、とそれ以前のデザイナーどういうふうに変化していくと思いますか まずクさんの方から、はい、ありがとうございますそもそもなんですけども僕がジェネレーティブ AI をど,どういうふうに捉えているのかって話からさせていただきますとジェネレーティブ AI っていうのは赤モデル3.0だと思っているんですね要はあアジャイルとかスクラム で、もともとベースになってるのって、野中さんのナレッジマネジメントっていう、そういう考え方じゃないですか。あれって暗黙知と形式値のことを言っていて、で、アジャイルとかスクラムをやるには、形式値がないとアジャイルもスクラムもできないわけですよね。形式値使わないでやるアジャイルなんて、ただのなんか大変な、みんなで頑張ろうみたいな。そうではなくて、形式値を使うことによって、え、アジャイルだったりとかスクラムができると。で、えっと、今、ジェネレーティブ AI って言っているもので、えっと、最終のアウトプット。 を完成させるっていうのは、まあ、えっと、ジェネレーティブ AI の力だけで、えっと、完成させるっていうのは不可能だなと思っているんですね。まあ、もうそういう時代もすぐには来ると思うんですけど、じゃあジェネレーティブ AI ってどうやって使うかっていうと、やっぱり形式値だと思うんですよ。で、その AI 時代の新しい、その形式値、まあをどう作れるのか。 いいいううこととが勝負だなというふうに思っていてで我々は先ほどその、えー、すごいクリエーターとかすごいプランナー信じないって言ったんですけど、えーまあ、あのリスペクトもしてますし、まあ、うちにいるプランナーもクリエイターもすごいんですけどもそうではなくてあ僕が言いたいのは、えっと、プランナーとかクリエイターにいかにそのこの時代にあったまたは目的にあったゴールを達成するための形式値を 与えられるかだと思っているんですね。その形式値を作るのがジェネレーティブ、特にクリエイティブとかプランニングにおいては、それをこう形式値的にジェネレーティブ映画作れるので、そういった たえっと役目かなと思ってます。なのでいかに新しい形式値を使えるのかというのがまあ今後のそのデザイナーも含むまあクリエーターとかプランナーのまああのやらなきゃいけないことで、まあ会社としてはいかにいいそのセモデル3.0みたいな AI ネイティブな形式値を作っていけるのかということがポイントだなと思って日々やってます。なのでそれを使えるかどうか、まあまたは AI ネイティブなクリエイティブオペレーション を考えられるかどうか。例えば、だからテレビ CM を作ってた人が、TikTok の動画を作るときに、まあ、スマホになったときになかなか適用できなかったと思うんですね。それと同じようなことが、やっぱりこのジェネレーティブ AI ネイティブっていうところには起こ,起こるなと思っていて、今、あの、なんで、そう,そういうところに注力してますね。それめちゃくちゃ面白いですよね。多分、その、なんだろう、デザイナーもだから、こう、あの、いくつかね、パターンがあると思うんですけど、なんかこ、この時代だからこそ活躍しそうな人たちの出てきそうな感じしますよね。 皆さんどううですすかはいいありがとうございます、えっと、ジェネレーティブ AI ネイティブのデザイナーがどうなっていくかですよね、1個前のセッションでショールームの前田さんがおっしゃってたのはすごく言い当ててらっしゃるなと思ったんですけどあのボカロ P ってあるじゃないですか、ボーカロイドっていうソフトウェアができたことによってそれを使って音楽を発信する人が今、どんどん増えている、多分それと同じで AIP が生まれるってことだと思うんですよ。 要は AI っていうプロあの技術、楽器を使って表現することがうまい人間っていう職業が出てくるっていうことだと思うんですね。っていうのがまず1点です。で それは何が起きたというともうボカロ P の構造を見るとすごく分かりやすいんですけども音楽教育、えー、音大を出ていない、えー、音楽部に入ったことがないでもインターネット上のボカロの道具とそこによってつながった無数,無数のファンクラウドとの、えー、PDCA 彼らから褒められる彼らからディスラエルの経験を通じて正当な正当なって言い方もよくないですけどいわゆる教育機関での教育を受けずにクリエイティブになれる方っていうのはたくさんいるということだと思います。 だがそれは練習をする必要がなくなるとか PDC を回す必要がなくなるってことは決して意味していなくてボカロ P はボカロ P なりの努力があるようにえ彼ら彼女らも AI プロデューサーデザイナーはすごく努力をするそういった新しい努力をして世に出てくるんだと思ってますとでその時にもう一個何が起きるかっていうとさっきあのクリエイター01か99を100にするっていう話があると思うんですけどもこれをもうちょっと説明するとコンセプトを作る人間と世界観を実現 すする人間ってていいうふうに分かれていくと思うんですねでその世界観を実現するっていうのに例えば、えーえー、北欧のファンタジー風の世界観に近未来の2030年くらいの SF の世界観が入ったものにちょっと中国風のニュアンスみたいなこの言葉によるプロンプトを、えー、表現するってことをイメージする時に頭の中に明確な正解の絵がないと。 作れないんですよね AI が作ってきた100個200個300個の中で一番美しくて一番ユーザーに受けれられるものはどれかを判断するのってやっぱり経験則が必要なのでそこの世界観を実現するデザイナーとして AI を使った AIP がどんどん活躍するようになると思うんですけれどもその人たちとその人たちで実は教育教養は結局必要になってくるんだろうなというふうに理解してるって感じですかね。はい いや、面白いですね。今、三浦さんの話も、あの、くさんの話もすごい、あの、面白かったんですけど、あの、僕もちょっと一つ思ったことがあって、はいはいあの、音楽でもう先に起こってる話はあるなってのは僕も完全同意で、最近やっぱりこう、チャートの上に行く人たちって、あの、作詞もする、作曲もする、なんなら全部打ち込んで、 えっと、最近だと PV まで自分で撮る人たちっいますよね <laughs>。あの、カンパケ君みたいな、一人でなんかマルチにやっちゃう人たちっていうのが出てきてて、で、なんかその人たちのクリエーション見てると、あの、最初にプロトタイプを結構全域で作っちゃうんですよね。で、そこにあの、ファンがついてきた時にプロの人たちをそこ巻き込むんだけど、あの、コアがもう結構しっかりできてるので、あの、世界観が崩れないままスケールしちゃうみたいなのが、かなり新しいタイプのクリエイター像だなと思ってて、ま、音楽だと、 まああのちょっと前だと米津玄師さんとか、まあ最近だとバウンディーとかもそうだと思うんですけど、すごい感じていてですね、デザイナーもそうなそういうタイプの人が出てくる可能性もあるなと思う。でも本当そう思います。うん、デザイン版の米津玄師、デザイン版の藤井一デザイン版のバウンディーが生まれ、デザイン版のアドが生まれてくる社会が。うん 結構も楽しみだないう感じで,そ,うでそれさっきあの皆さんの話聞いててなるほどなと思ったんですけど今までだと作業量が膨大すぎて作ると考えると伝えるってあの分業せざるを多分得なかったんですよね。だけどまあそれが結構一人の,あの人間のアウトプットできるその物量っていうのが生成系の AI でかなりこう10倍ぐらいになっていった時に。 やっぱり僕は決め手は想像力にいっちゃうんじゃないかなと。そのコンセプトを考える力と世界観を考える力を頭の中でものすごいこう精度で構築できていて、で、それをこう吐き出すところをかなりこう AI が手伝ってくれるので、まあそこら辺が結構ポイントになって、それって多分の映画を作るとか、あのみたいなところもちょっと似たような話になってくるのかなと思っていてですね、あの分業しない監督兼、脚本家兼、音楽家兼みたいな人が、 なんか10年後ぐらいにあの今までだと不可能だったって言われてるタイプのクリエイターたちが出てくる可能性はあるかなと思ってそれは結構楽しみです。これ1個面白い会話があって僕の会社に鶴見っていう僕が一番頼りにしてるコピーライターがいるんですよ。彼はもともとマーケッターででコピーライターとして今すごく評価を受けていていろんな経営者の言葉を 作るのが得意なんですね例えば最近だと渋谷区の、えー、違いを力に変える街っていう渋谷区のビジョンは彼のコピーだったりとかしていますで彼がやっぱり一番焦ってるんですよチャット GPT4 の登場によって多分これが5.5くらいになった時俺の仕事はなくなるって言ってるんですよあの答えを出すだけだったらもう彼はそのエモーショナルというよりは本当に概念を整理して言語化することのプロフェッショナルなんで,で彼がすごいそれ不安があってたとで じゃあも俺もなくなっちゃうかもしれないねって言ったら、いや、三浦は大丈夫だよ、声がでかいもんって言われたんですよ。<laughs> これ,これあの、すごく意味のあることを言っていて、例えば、あるここに経営者がいますよね、えー、その経営者の概念がもう一生懸命しゃべると、400ページかける30枚くらいの、もう、ね、30分くらいの演説になるわけですよ、それを社員とか投資家とかに一言で伝えなきゃいけないっていうのがコピーライターの仕事です。それを あのチャット GPT4 あるいは鶴見は 100, 枚くらいあ100個くらいのコピーを本当1時間くらい出すんですよバーっとどれでもいいですよって。 で、その100個の中に経営者と合意して、これだよなって言って握手して、これだったら投資家にも、ユーザーにも、社員にも、みんなの心を震わせられるねって握手して、一案を選ぶ人間が必要で、それが僕のクリエイティブレクターの仕事なんですね。なんで、声がでかくて意志が強いやつは残るが、頭がいいだけのやつは全身でいくっていうのを、頭がいいだけのやつがすごい焦ってたっていう話があって、そういうことは多分デザインの世界でも起きていくと思います。はい。江口さんどうですか 経者目線から見ててそうですねさっきの分業制がなくなるっていう話が私すごいそうだなと思っていて不動産の世界でいうと、まあ、ディベロッパーって何で存在してるかっていうと、まあ、土地買って建てて売るんですけど建てる作業の一番最初のこの土地を得たらどんな物件作れるんだっけがある意味一番大事なんですよでそこ大事なのが大事なの,大事なのがその土地にどういう建物が建つかっていうボリューム計算っていうものが必要で,でアボホテル これがめちゃめちちゃゃ強いいみたいなこんな土地あったら、こんなホテル建てれて、何室作れて、単価がこうだから、いくら儲かるから、この土地で買おうっていうのが、彼ら1日2日でできるから、土地を売る人は喜んで、アポホテル持っていく。で、現金で買うから、すごく成長したって話なんですけど、このボリューム計算も、土地と条件入れれば、AI が一発で出せる。なってくると、もう、 あとは建てるだけ。建てるのはある意味ね、設計書できてるんで、まあ、レッツゴーなんですけども、まあそれができると、ある意味ディベロッパーってもしかしたらいらないかもね。土地買ってある意味個人でも自分でボリューム検査しなくても AI がやってくれて、これ出してリーキリズ出せるんで、お金持っていれば投資家が、 いいっぱららないから投資家が全部やっといてねっていうふうに,できるようになってくってものすごく構造変化が起きる可能性があるなと思っていて動作の領域でもそういったクリエイティビティデザインとのクリエイティビティは違うんですけどもボリューム計算っていう設計士がいる仕事すらもう大体できるようになってくると分業者がなくなり利益率の変化が収益性の変化が起こってきて新しい産業が生まれるもしくは衰退していくっていうところが生まれるんだろうなと思っていますね。僕 タガさん含め皆さんに聞きたいんですけど皆さんの,あのタクラムとか、えっと、ニュース・タンダードとかテラスのお仕事のステークホルダーの中でこの AI ができたことによって一番得する人と一番損する場合によっては職がなくなってしまう人ってどういう方ですか僕の世界で言うと多分 GO の周りで言うと一番得するのはアートディレクターです。 デザインのパターンを何千も今まで自分で100個作ってきたもの弟子で500個作ったものを AI が勝手に何千作ってくれてそれを検証してくれるで一番やばいのはあのさっきのちょっと話しましたけど CM のコンテライターですねあの僕が CM のストーリーとかを作ったらそれをクライアントに分かりやすく説明するために絵を起こしてくる人がいたんですよそれはもう全部 AI に代替するのなくなっちゃうだろうなと思ってますけどど,どうですか そうですね。不動産業界でいくと、まあ、損する人は、損するかまあ職を失う人は明確で、っはい、やっぱりカスタマーサポートの領域ですね。例えば賃貸で言うと、まあ、賃貸保証会社さんってあるじゃないですか。あの入居するときに数万円払うんですけど。で 振り込みがないと催促の電話かかってくるんですけども、あの催促の電話も今 AI 化され始めていて、まあ、ほとんど人間のような口ぶりで。あっ、口調も人間。調も人間。対応も人間。対応も人間で、それをやばいす、ね、基礎処理して、まあまあ、目的明確なんで、理由を聞いてお金払ってくださいねって伝える。 話だけなので、かなりそこのま人件費が削減されて、多分それをやってる人はいらなくなっていくんだろうなという風うに考えてますし、うん、やっぱり不動産って結構こう。消費者とのコミュニケーションが多いので、やっぱり救 a 回答をするようなあ。部署とか人っていうものが割り食らっていく割り食らってか、まあ代替されていくんだろうなというのを思ってます。得する人いるとどうなんですかね？まあ、さっき言った話だと、やっぱり投資家の利益率が上がっていくんだろうなと思っていて。まあ、不動産で超この昇流が。 まあ,ある意味綺麗に流れていく、お金持ってる人が土地買って、作って、建設して、で、最後、賃貸やって、回収するみたいな話なんですけども、まあ、そこはどんどん綺麗になっていくので、やっぱり、多重な複雑な構造,構造だし、儲かるのが不動産業界だった時に、どんどんきれになるのかより儲かっていくっていうふうなところが作れていくとなると、やっぱり、資本主義の上流の方々が、より富を得ていくんじゃないかなと思ったりします井さん、どうですか 一般的に言われることでもあると思うんですけど基本的に得する人たちは超すごい人たちださっき言った、まあ、すごいプランナーとかクリエイターって全然信用してないって言ったと思うんですけどその上にいる超すごい人たちは得すると思うんですよ一方でまあそこそこのと言ってしまいますけどすごく言葉あのもう誤解を恐れずに言うと例えばコンサルとか代理店にいるそこそこの優秀なプレイヤーは 今回ののジェネーティブ AI を損する方の人たちだと思うんで、すねでそれ以外のまあ、こう、あの一般的なといいますか、人たちはすごく得をすると思います。で、これって、結局、その企業も一緒で、超すごい企業は、超得するし、そこそこの企業は、なんかよく分からなくて、みたいな、なんかこう、差別化が図れなくなってくる。で、そうじゃなくって、まあ、例えば、中小企業とか、スタートアップとか、そういったところは、まあ、得をするっていうそ、そういう構造なのかなと思います。 面白いです、ね、なんかスマイルカーブみたいになってる、うん、タクラムはどうですかどうでしょうね、あの僕らが今見てるときだと、さっきあの、楠さんの話聞いてて、そうだよなと思ったんですけど、やっぱりあのデータを持ってるかどうかは、かなり大きく違うなと思ってますね、で特にあの、なんだろうな、えー、っと長い期間、なんかその DX とかって言葉が存在しなかったぐらいのところから、あのデータを積み上げてる会社って結構いっぱいあって。 で、で、今回の、あの、ものがむちゃくちゃ面白いなと思ってるのは、今までデータって綺麗なデータじゃないと、その、コンピューテーションの上に乗っかってな、来なかったんですけど、結構雑な人間語でも理解しちゃうんですよ。だから、あの、政府とかって、あの、議事録とかを人間語で取ってるじゃないですか。<laughs> こういうところがひょっとすると、あの、シェールオイルみたいな感じで、今までエネルギーとみなされてなかったものが使える可能性もあって、 なんかそこら辺はちょっと日本における独特の,の DX っていうのがここから出てくる可能性があってそれがまあ損する得するとはちょっとあの分かんないかもしれないですけどただそこら辺だから僕らがデータデータって言ってることがなんか人間が読んで分かるものはデータだっていうレベルでえっとデータとしての扱いに多分乗っかってくるのでそこがちょっとあのこれまでの,あのなんだろうなデータサイエンスみたいなところの潮流をこうグッとこう押し上げてくれそうでそこがすごい楽しみ。 です、ね、はい。 例えばなんですけど、うん、そのうちその例えばまあミレニアル世代とか Z 世代に関するライフスタイルに関する新しいこう情報をこう集めてて日本語でこうデータずっとえ翻訳して集めてるんですけど、まあ、そういうのがあって例えば何々さんに対してのこういうレポート作るみたいなことがやっぱりすぐできちゃうんですよね。でそういうものって今まですまあ、そ,そこそこ優秀なプランナーが10時間かけてとかさっきのアイデアに関してもそこそこ優秀なクリエイターがまものすごい時間かけてみんな でブレスト会議してみたいなことが起こってたのが一気になくなった時にじゃあ何をクリエイティブとか何をコンセプトと呼ぶのかっていうことのなんか最定義みたいなことがどんどん必要だっていうふうに改めて感じますそれなんか仮説持ってらっしゃいますえっと今ですね我々その東京大学の完成工学というまあ完成設計学というものを研究してる研究室と共同研究してるんですけども我々の やっっってててていいいいるるここととううのは新しい意味創造っていうことをえっと掲げているんで,す、ね、でまあ新しい意味を作ることこそが、まあ、イコールコンセプトであるっていうふうにしていてでその時にじゃあどういうふうにっていう、えー、まあそのど,どういう風に新しい意味を評価するのかっていうこととどういうふうに新しい意味を作るのかっていうこの2つが重要だと思うんですけどもでその、まあ、作る方は一旦、まあ、置いといてどう評価するのかっていった時にやっぱりその,その受け手が それに対して、まあ、何をもってして意味を感じるのかっていうことの評価をどうするかだと思っててそれって AB テストじゃないん ですよね、こうなんか大きいからクリックしたくなるっていうことじゃなくてでそういうことをきちんとこう評価モデルを持つために全然違う、まあ、我々はその今クリエイティブとかコミュニケーションを作ってる会社ですけど全然違う分野と一緒にコラボレーションして、えっと、そういう評価システムを作るっていうことをやってます。つまり何を言いたいかっていうと今までのクリエイターが作ったからすごいクリエイティブなんだ、えっと賞を取ったからすごいクリエイティブなんだっていうことではなくて、えって、と、もうここまでクリエイティブが解体されているのでもう1個2本踏み込んでじゃあそれを 今までそのすごい人たちが並んであれよかったねって言ったりなんとなくそのユーザーが反射的にクリックしてたことじゃないものでつくいかに作っていけるのかっていうことがポイントだと思っているのでそ,そういうところに今我々はフォーカスしてます、うん、なるほどね面白いですねやっぱりあのメディアをお持ちなのでなんかそこのなんんですかリ,リアルさをいかにこうコンセプトの上流の側にこう回すのかってなんか大きなフィードバックの話を、ね、<laughs> お,おっしゃるとおりです、ね。うんなるほど 皆さんどうですかなんかこう、ここから。まあ今日ね、あの、世界で、あの、活躍するみたいな話もあるんですけど、あの、皆さんご自身がこれからこう、こういったその技術をどうやって使って、あのー、なんか自分たちの,あの変化を起こしていこうかみたいなところっていろいろお考えだと思うんですけど、はい、少し話せる範囲で。はい、ありがとうございます。えっと、まあ、 一番大きく言いたいのは我々クリエイティブデザインに関わる人間が産業界あるいは、えっと、政治も含めてですね一緒にやっていかなきゃいけない一番大切なことはあらゆるものの値段を上げるということだと思ってますねあの日本のレストランの値段を上げる日本のデザインの値段を上げる日本の、えーまあ、今日プライシングの専門家も来てますけどもあ,のあらゆるものの価格を上げるためにクリエイターが何をすることができるかデザインが何をするべきかを真剣に考えなきゃいけないなと思ってますでその時に価格 の予想、需要の予想、そしてデザインのパターンをどれが一番最適かということを検証するときに AI によるスピードアップはめちゃくちゃ秀逸だと思っているのでそこをうまく取り入れてやっていきたいなという,ふうに考えてますね。それすごいねあの そこそこって思ったあのデザイン関係者は多いいと思いますね要はもう同じものだったとしてもあのデザインとコンセプトによって値段を上げることができるっていう、まあ、利休が作った、ね、土の塊のお椀が原価50円くらいのものは今でも3億円で取引されているのでそういうものをグローバルに対してデザインと、えー、デザイン思考のもとに作られた AI による PDCA の超最速化によってやっていきたいなというふうにまあ思いますね、はい、ありがとうございます。 ではですねあの残り15分になったのでえっ、ー、と議論をえっ、ー、とフロアにひろ開きたいと思いますあのぜひですねこのパネラーの皆さんに、えー、ご質問ある方は挙手いただいてちょっと最初にあのまとめて取っていこうと思いますので手を挙げていただければと思いますはいじゃあ,ありがとうございますえハルモニア株式会社の松村と言いますあのクリエイティブを創造する側じゃなくて受信する側あの受け止める 姿勢の人々の AI 活用についてもちょっと、えー、お考え聞きたいなと思っていてなんかどれだけ魂込めたボディコピー書いても要約して教えてみたいな産業、まあ、で教えてとか2時間の映画作っても要約して教えてみたいな世界があの来るかもしれないなみたいなことに対してなんかその受信側受け止めて側の AI 活用浸透がどうなっていくかなっていうこととその世界におけるそのクリエイターの,そのこだわりどうするみたいなところっていうのを聞いてみたいなと思っています。いい質質問問ですね,いい質問ですね他にあの質問 お持ちの方いらっしゃいますかじゃあまずこの質問から聞いてみましょうかじゃあこれはあれかな楠さんと三浦さんそれぞれからちょっと聞いてみましょうじゃあ先に言うとありがとうございます仲良しなんですけどねえっと受信側の、A えっと、AI はあんまり関係ないっていうか一個言うのはあの作ることってやっぱめっちゃ楽しいのでみんな一回やって絵とか作ってみてあ これは選べねえなとか意外にうまく指示できないなっていうことを学んでみてもらえるといろいろいいのかなと思ったっていうのは1つです。でもう1個は今言ったその小説を産業で教えてとかって言われてもこれねあの例えば皆さんの人生の中にもこの映画を見てなかったら今の自分になってなかったってもの多分あると思うんですよ。多分僕だったら、えーまあ YouTube でも言いましたけど村上流の「5分後の世界」っていう本を読んでなかったら僕今の仕事についてないし今みたいな性格に多分なってないんですよでも5分後の世界を産業で言うとなんかちょっとずれた世界で戦争の中だったけど一生懸命生きていくことを決めた男の物語で終わっちゃうんですよでこれじゃ僕の人生変わんないじゃないですかつまり何かっていうと文学とか映画とかアートって人間という人間の脳という AI に対するプロントコルを変えるプロンプトデザインなんですよね なんでそれ自体の2時間の、えー、映画の長さとか、えー、10万文字の小説の長さっていうのはそういう文字量じゃないと変えられない脳の,の,の OS があるので変わらないいと思います、はい、お客さんもユーザーっていう目線で言うと僕はどういうふうに捉えているかっていうとすごくシンプルで、えー、っと寂しくないだと思っていて AI があることによってどんどん寂しくなくなる。 っていうことがユーザーが享受している価値かなと思ってます。なんで寂しくなった時には AI に頼るみたいなそんなことかなと思っていては。少子化は進む？それはまた別のあのテクノロジーが解決してくれると思います。はい。ねまああの例えば僕あの、えー、おばにですねこう今、えー、一人暮らしをしているおばがいるんですけど、ずっとテレビと会話してるん。 ですよまあよく見る風景だと思うんですけどあれで寂しくないじゃないですかだから AI っていうのはそのユーザーにとってはそのすごい番でそれがしかもそれがテレビだけじゃなくていろんな形口調いろんな問いかけ共感をしてもらえるんで AI っていうのは人をこうユーザー目線で言うと寂しさから解放してくれるものなのかなっていうふうに捉えてます面白い視点ですねなんかあの八百万的な <laughs> 万物に魂宿る的なね 江口さんどうですかそのユーザーサイドから、の今、ちょっと表現の話だったけど、ただあの、ね、情報をこう摂取する側がどう AI を使いこなすのかみたいなのはそうですね、まあ、好きなものを好きなように扱えばいいんじゃないかなと思ってて、1年ぐらい前に衝撃を受けたのが、LINE 占いってあるんですよ、LINE であの入ると分かると思うんですけど、占い師さんがばーって並んでて、でこの人に占ってほしいで、15分5000円とかするんですよ。 15分で売られたら会話すするんですよ、ね、でまあ15分経ったら終わりなんですけどそこに対してものすごい方が課金をして悩みを聞いてほしいでなんか回答が得られた気がするまさに寂しさって言ってましたけどなんかそういうところでなんかあの情緒的な価値すらも実はテキストコミュニケーションだけで取れるしもっと言うと AI の方が、まあ、占いっていうのはちょっとスピリチュアルですけど、まあ、悩みを解決するとかコーチングをするとかっていうところもできるんだろうなというふうに思っているのでなんかこう こういう世界だからこそ受け止め手がどうとかあんまり考えずにやっていくことが大事かなというふうに思っていますと。同時に受け止め手がそういうことに慣れてきてるっていうことを発信者側とか経営者は考えなきゃいけないなと思っていて、私結構こう言い方によっては語弊がありますけど、結構こう多くの人は長い文章が読めないっていうふうに思って、常にこう事業経営してるところがあって、まあ、社員向けのメッセージとか、パートナー企業当社は500社とかいますけど、っていうメッセージもやっぱこう長い文章が読まれないから、やっぱこう ショート動画が流行ったように、まず数秒で伝え伝わる伝わらないといけないっていうことを意識して、そこにクリエイティブを当てはめてパッと伝えるあのデザインをしていくみたいなことを受け止めての進化を僕らがやっぱり対応していかないとズレ、はい、た形になっちゃうんじゃないかなと思ってたりしてます。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。ではえっといかがでしょう。他もあの質問あじゃあはいよろしくお願いします。 理解の確認をしたいんですけど三浦さんがおっしゃってたその価格を上げる価格を上げるべきだと私も思っていてこんなディフレでやってるあのインフレになりつつあるのにあのディフレの価格であるのはおかしいと思ってますとで価格を上げるにはその価格はディマンドとサプライで決まるのでじゃあそのサプライは変わらないとしたらディマンドを上げるっていうことなのかなとでディマンドを上げるっていうのはその消費者にその生成 AI, AI ですごく高速に回して た何かでその受け止める側の理解を深めてであのその価値に気づいてもらうだら1000円じゃなくて1万円なんですこの価値はってことを気づいてもらうっていいいういううううそそ理解でいいんででんすすかねそうですね、えっと、ありがとうございます、えっと価格を上げることと AI はダイレクトな関係がないと思っていて、えー、デザインとか、えー、あるいはコンセプト意味によってユーザーが、えっと、それ以上の価格を払ってもいいと思う。 価値を何らか形成すると。その何らか形成するときの えー、ロジック作りりだっったととかデザインの検証に AI が使えるっていうことですね例えば、えー、ルイ・ヴィトン×草間弥生の、えー、コラボレーションアイテムは、まあ、原価で言ったら1000円くらいのものが30万とかで買われるじゃないですかああいったことを我々日本は作んなきゃいけないでその時にルイ・ヴィトンと草間弥生には独自の意味がそれぞれあってそれが掛け合わさって今の社会において、えー、原価宣言のルイ・ヴィトンってあれビニールですからねが30万円になってる。 そういうことを我々もやっていけるはずだということですねはいではあ上野さんあ,ありがとうございますあのさ先ほどデザイナーのアドとかバウンディ出てくるの楽しみっておっしゃってたすみません私が知識不足で前提のバウンディアドがどういうゲームチェンジなのかも分かってないそこをデザイナー観点でぜひもう少し膨らませて教えていただけないかなってすみませんはいあの要はあの今例えばデザインって 多分佐藤架紗さんって玉美出身の博報堂のスーパーエースだったんですよね。で日本だったらま坂本龍一さんってミュージシャンとして偉大な方でもう亡くなられましたけど芸大出身でもう自伝とか読むと本当小学生の時からもう天才なんですよ。っていうエリート教育を受けた人じゃなくてご自身で、えー、インターネットの中から要は多分 坂本龍一って超エリートの、まあ、めっちゃカルチャーレベルの高い家庭で生まれたんですけどその坂本龍一が12歳の時よりも、えー、バウンディが12歳の時の方が音楽の接種量多いと思うんですよ多分。 わかんないですけど多分ね、そのインターネットによって膨大な情報量によって、なので、正当な教育を受け、正当なって言い方もよくないんだけど、いわゆる教育を受けずに、在、え、野、ー、からものすごい才能が生まれて、彼らが、えー、っと、プロダクションからデリバリーからプロモーションまで、全部一人でやることができるような存在が、デザイナーの中にも生まれてくるんじゃないか、まだ生まれてないんですよ。 多分、もういると思うんですけど、僕はまだ、あの、過分にして知らないってことなんですけど、っていうことが、多分、たくさん出てくるということですねちょこれ多分そうですね、あの、デザイン業界だけじゃなくて、エンジニアもそうじゃないですか。結構フルスタック型のエンジニアって、結局その、なんだろう、ツールが揃ってきてから出てきてるし、最近、コーパイロットとかもそうだけど、一人のエンジニアが出力できる物量がめちゃくちゃ増えてますよね。で、デザイン業界でもそれが多分、ここから起こる。 今までだと、なんかですね、まとまりのある、あの、アウトプットをやろうと思うと、えっと、アートディレクターとその下にデザイナーが3人ぐらいついて、結構1ヶ月ぐらい必死にやって、ようやく整ったものが出てくるんですけど、なんかそこら辺が、こう、スピード感と物量の設定が変わった時に、あの、分業せずに、結構プロダクトからコミュニケーションから、いろんなものをこう、一人である程度、あの、作り切ってしまうタイプの人が出てくる可能性があって、 でそういう人が出てきたら、えっと、経営者からしたらぜひパートナーになってほしい存在になっちゃうと思いますね、多分。質問ありがとうございます。では、他いかがでしょうか。じゃあですね、ちょっとあの僕の方から質問ぶつけさせていただこうと思うんですけど結構今日あの AI の話で前向きな話をたくさんしたんですけどなんかやっぱりあの、えっと、よく言われる話ってあのさっきね あの,草の話もあったんですよこういうスマイルカーブの話とかもあったんですけどなんかあの、まあ、職を失うとかみたいな話も当然あるしあの知,知財とか権利的な話とか倫理的な話とかっていうのもなんかこうクリエイティブ業界ならではの話っていろいろあると思うんですよね。なんかそこら辺について何か思ってらっしゃることとか周辺でこうなんか会話されてることとかがあればちょっと共有レベルで構わないんですけど、はい、少しシェアいただけるといいかなと思います。 これ僕が逆に高さに聞きたい部分もあるんですけどそのとはいえ作んないと判断できないじゃないですかほとんどのことは AI でできるが1回作ったことがない人間には判断ができないと思っていてこ,この AI が生まれてからの育成とかそのデザイナーとかコピーライターとか、まあ、あの育成ってどうやっていくのかなみたいなことはちょっとまだ僕暗中模索ですけどど,どうですか いやそうっすねなんか最近あの、文科省の方からも、ね、ちょっと指針出てましたけど、まあ、その AI 使う、使わないに限らずあの最終的にその模倣だっていう風なレベルでジャッジしようみたいな、ね、ところ出てましたけどあれは一定分かりやすい感覚かなとで今、あのかなり溶卵期なんであのとりあえず使えるか使えないかっていうのはもう探索みんなでやらないと、まあ、いいも悪いも分からんねっていう話はありますよね。 ただやっぱり自分たちが作ってるところの,その権利みたいなものがあのなんかこう、えっと、学習の,その,あの僕らの中でもよくタクラムの中でも言ってるのはそのいわゆる自分たちの,そのインプットしたものがこうその学習のモデルの中に組み込まれるのかどうなのかっていうのはモデルごとに全然設定が違うのでそこは全部あのしっかり調べてやろうねみたいな話はしてますけどね。うん さんなんかどうですかそこら辺？なんか僕はあの解キーワード解体だと思っていて、そのデザイン思考研究とかの中でも、その要はクリエーターとかデザイナーの暗黙知というかが結局形式値にならないから、えっ、ー、とまあ、みんなが使えるものにならないみたいなそういう課題があるわけですよね。それってクリエイティブにまああの結構ある話じゃないですか。で僕はそれをいかに解体していくのかっていうことが重要で、で今回のそのジェネレーティブ AI に。 が登場したたことにによよっってクリエイティブを解体できるようになったでじゃあその次我々が何をしなきゃいけないかっていうと解体したものをもう一回新しいやり方で再構築していくっていうことを AI と一緒にやっていかなきゃいけないというふうに思っていて、まあ、それこそがクリエイティブとかクリエイターが今やらなきゃいけないことなのかなっていうふうに思ってますいやめちゃくちゃ面白い話をありがとうございます、えっと、それではですね残り時間2分になったのでちょっと最後一言ずつコメントいただいて、えっと、場を締めようと思います さん今日あの、どうですかね、お話あの、皆さんされてそうですねあの、服装似てる2人とちょっと違う私っていう形でしたけど、あれ、あのあの私は事業者側として、ま、デザインを重視してやってる中で、ま、途中、申しましたけど、ジェネリティブ AI っていう観点で言うと、ま、私、非デザイナーです。 コンサル出身なのでめちゃめちゃロジカルですしなんでデザイン投資というか、まあ、経営者の時間もかなり割ていてるかっていうと、まあ、デザイン経営の宣言でもありましたがやっぱりデザイン投資が X 倍の営業利益に入り返えってくるってところがやっぱあるのでベースやってますという中でのさらに非デザイナー人間がデザイナーとコミュニケーションの効率化 れるさっき言った勘、ね、どころが高まるみたいなときに私もこういうデザインがいいよねって話すときに私が生成 AI を使って作った画像を例に出しながら話すこともありますと中で言うと非デザイナー宿としてはそことうまく付き合いながらもちろんデザイナーの領域の方々は各々のの進化があると思いますし発注者側も進化していく領域がまだあるなというふうに思っておりますありがとうございますじゃあ楠さんもお願いします、はい、あのデザインとかジェネレーティブ AI でその企業起点でウォーターフォールをやるためにいっぱい会議をこう重ねていくのをぶっ壊すためになると思っていて、まあ、アジャイルにプロトタイピングを早くユーザー起点でやるために、まあ、デザインも、えー、ジェネレーティブ AI もあるのかなと、なので基本的にはもうウォーターフォールとか会議とか,なんかよく分からないそういうものをまあいかに壊していくのかということが、まあ、あのデザインとかジェネレーティブ AI の役割なのかなって,改めて思います、はい、ありがとうございます。 じゃあ皆さんお願いします。はい、ありがとうございます。あのー、クリエイティブってぶっちゃけほとんどがあのー。 こう、検証によってできるんですよ。要は、何百万個の中で一番いいものを探す作業でしかないので、ということは AI が出来上がるということ、AI ができるということは、その何百万が何千万何億になるということなんで、基本的には世の中に素敵なものがもっと生まれる可能性が高まるということなんで、超ワクワクしてていいことだと思いますので、ぜひあの AI と AI があることによって進化するクリエイティブ産業に期待していただきたいなと思っています。あと、1個だけ言うと、 この中に AI 詳しい人いたら AI 三浦ーーを作りたいんでちょっとなんか相談乗ってくださいお願いしますはいではですね今日はあのすごくあのさ深い話が聞けたと思いますあのぜひあのこの素晴らしいパネルの皆さんにあの拍手をお願いいたします今日はありがとうございましたい田川さんモデレート本当ありがとうございました